わけであります。一番の高谷26歳、青森からやってまいりました。気合一発。まもなくレーサーズゲート、関東門に差し掛かろうというところであります。一番高谷、そして第40回オールスター競輪決勝戦の時を迎えました。だいぶバンクの4分の3ぐらいに日が陰ってまいりました。体勢に恵まれましたこの湘南バンク、いよいよ最終の11レース決勝におきましてはだいぶ日陰が多くなってまいりました。1番の高谷雅彦26歳、2番太田真一21歳、加賀さんの一押しだ。さあその後ろラインを組みます五冠真一、4番の戸部は神山と鉄壁のライン、5番遠沢健二、そして6番が伊藤康文。ノンプレッシャーだけにどこまで行くか。今映っておりますのは2番の太田真一、そして5冠と続きます。さらに戸部秀夫、この人は遠沢健二、角刈りの湘南ボーイ、地元平塚の選手、そして京都の伊藤康文6番、オーラが出ているか。7番神山雄一郎、昨日と同じような展開か。そして8番の高橋武史、後方3番手から行きます。そして9番の浜口孝明39歳、マーク屋であります。それぞれキャラクター豊富、そして個性的な選手が9名で揃いました。色とりどりのコスチュームに身を包んで、いよいよ発送機のあたり、発送機のところにやってまいりました。あ、すみません、先ほど浜口のことを39歳と言ってしまいました。浜口孝明29歳、岐阜です。高谷雅彦、快速ジョンからやってまいりました。青森から太田真一、暴れるか埼玉のパパラッチ、そして3番五冠真一、全国ヤンママのアイドル、そんな風貌、そして黒のサングラス、今ちょうど頭のあたりを見せております。前傾姿勢戸部秀夫、今日は神山の後ろの百太郎か。そして大沢健二であります。地元の選手32歳、6番伊藤康文、たくましき青2歳だ。71期生、7番神山雄一郎、小山のヘラクレス、今日は前受けでいくのか、それとも高橋武史、踊り出たぞバイプレーヤー、地元神奈川小田原のマッチョマンであります。そして岐阜の走る右翔、湘南バンクは長良川か。浜口孝明29歳、スコーピオン五冠の後ろに食らいついていくか浜口。さあ発走機からゆっくりと飛び出していくことでありましょう。ここ緊張しますね、駆け引きありますから。スタートそうですね、まあ誰が出るか、まあおそらく神山君出ると思うんですけれども、はい、はい、あ、やはり神山が行くようです。7番の神山が S を取りました。そしてその後ろから6番の伊藤康文も伺っていきます。1番の高谷が行きます。そして5番の遠沢、そして4番の戸部といったところでありましょうか。ドーンと出ていったのが7番の神山雄一郎、401勝目をこの決勝で飾ることができるでありましょうか。そして伊藤が2番手に今つけております。この神山戸部のラインにの3番手につけました伊藤、そしてスルスルっと戸部、4番の戸部が上がっていきました。どうやら神山の後ろに入るでありましょう。鉄壁の栃木ライン、栃木茨城ライン、これ道路で言うなら高速追い越し車線といったところでありましょうか。神山戸部のラインであります。そして伊藤がその後ろ、1番の高谷、そして神奈川ラインの遠沢、さらには8番の高橋武史が上がってまいりました。そして後方です、2番の太田真一、その後ろ五冠、4コーナーのヒットマン五冠が今8番手、太田の後ろであります。こちらもライン通り、そして後方から浜口であります。やはり3分線棒上一戦になりましたね。そうですね、もう落ち着いてしまいましたね。これでしばらくは、このままの周回が続くと思いますね、はい、あとは、太田君が動くか高谷君が先に動くかということですね。そうですね、そこで神山君はやはりその4番手を取りに行くのか、はい、内側で4番手だとちょっと打ち詰まる可能性もありますんでね、うん、また麻生さんが言っていたように結果的に7番手発進かもしれませんし、そうですね、もうこのままで自信があれば、はい、すんなり引いて7番手っていう可能性もありますしね、うん、まあ、その時にその先行しているのが1番の高谷君なのか、2番の太田君なのかっていうところもですね、神山君のその仕掛け時期も、はい、それから、外から行くか内から行くかとも変わってくると思いますね。あるいはまた今出たような以外の予想もしなかったような動きが見られるのか、その辺は定かではありません。人々が自分のところ近くにやってくると思い思いの声を飛ばしております。満員のお客さん、さあ相変わらず神山が前受けという形になっております。そして鉄壁のラインであります戸部、
ここはもう神山と戸部はほほれん号といったところでありましょうか。盤石後方3番手に伊藤がぴったりとつけているわけであります。そして中段のあたりをキープしております。1番の高谷青森からやってまいりました快速ジョンから最終的には道のく一人旅を観光するんでありましょうか。そして神奈川ラインを引っ張っております。遠沢と高橋ということになります。後方から木を伺っていきます。どこから発進してくるか、2番の太田真一21歳、加賀さんが気に入っております。果たして暴れてくれるか太田。その後ろ3番の五冠真一であります。背筋力290キロのマッチマン五冠真一、そして最後方後ろから浜口という布陣であります。全くここは秩序通り動きません。棒上一線の状態から1コーナーへと向かっていきます。さあ残り3周ですね。残りあと3周、はい、青番を通過いたしました。まあ、今度赤番の4コーナーぐらいからは、太田君がここからですね。太田君あたりがねやっぱり7番手ですから、はい、動かざるを得ないでしょうね。この秩序があっという間に崩れていくことでありましょう。さあホームストレートに入っております。神山、そして中段の高谷、そして後方から太田真一、1番の高谷、2番の太田、どっちが先に飛び出してくるのか。さあ残りあと2周となりました。赤番です。ここから1コーナーに9選手が向かっていきます。さあ出ていきました太田真一、太田も出ていく、そして高谷も出ていきます。太田も出た、太田が外から、そして内から、真ん中から高谷であります。さあ神山も行きますね。さあどうでしょうか。あ、やはり太田が行きました。太田が行きました。一旦下げます。神山が一旦下げてきます。さあ高谷も行った、高谷も行った、ジャンが鳴っている。残り1周半だ。ここからどう動いていくんだ。太田真一がですぴったりと2番手につけているのが五冠真一であります。五冠真一であります。そしてちょっと一旦下げました、一旦下げました。6番手7番手あたりからか。神山7番手あたりから行きます。さあそして高谷も行きます。高谷も思いっきり行った。おっと五冠が出た。五冠が先頭であります。五冠が先頭。さあ最終バック、最終バック、五冠が先頭で行きます。五冠先頭、そして2番手太田。どうした神山、神山行きます、神山行きます。神山4コーナー、まくり狼となるか、まくり狼となるか。神山五冠先頭、五冠先頭、神山出た、神山一着。そして五冠か、強いですね。届きましたね、きっと今のはね。まさにまくり狼、神山多分届いたと思いますね。多分届いたと、はい、ガッツポーズ。そして戸部とシェイクハンド。さあ2着はちょっと分かりませんね、今のはね。2着ですか、はい、今の結構戸部君も来ましたけど、戸部も来た内側でね、3番 の五冠君残ってましたからね、さあ決定を待ちたいと思いますが、ここでリプレイが出ました。さあこれ最終も4コーナーですね。4コーナー、今五冠君が先行して2番手が太田君ですね。その外を、7番の神山君来るんですね。そうですね。さあここから直線になって、太田君が真ん中、うん、外から神山君、一番外に飛べくんですね。はい、一番内側にまだ太田君粘ってますね。これは最後追い込んで刺してくる選手の方が若干これ最終的には出てる場合も多いって聞きますが、でも結構ね分からないですね。五冠君か、もしくは、そうですね、2番3番2番4番が横一線ですからね。3番2番4番ね、はい、決定を待つしかありません。はい、決定待ちたいですね。ただ神山君は抜けてるみたいに見えましたね。そうですね、すで、はい、にガッツポーズを見せております神山。昨日よりはですねちょっと後方に下がってヒヤッとさせたんですけどもね、はい、そうです。ちょっと8番の高橋君とホーム付近で絡みまして、下がるのが遅れましたので、ね、はい、ちょっとどうかなと思ったんですけども、やはりここはね力ですね。通算401勝目ヘルメットを取りました。おっと早くもヘルメットを観客席の方に金網越しに投げ込みました。金網越しにファンの人々の夢を乗せて走りました神山雄一郎、見事にこのオールスター競輪の決勝を制したわけであります。さあまだ確定出てませんけどね、はい、もう完璧にもう優勝した雰囲気です、ね、つい私も言い切っちゃいますよね修正でね。そしてコスチュームを脱ぎ去ります。まあ、神山君ほとんど外の方走ってましたんで、はい、大丈夫だと思いますけどね、はい。まあ、やはり予想通り太田高谷の徹底先行、心当たりの駆け引きで行ったわけですけどもね、はい、そうですね。やっぱり太田君が高谷君を出さなかったという、はい、で最後2コーナーで、太田君の、ね、後ろにいたはずの五冠君がいつの間にか先行してましたね、はい、そうですね、はい、あの辺りちょっと、ね、見落としたんですけどね、神山の発信絡みで敦夫さんが五冠が出るしかないというようなことにはおっしゃってましたけども、はい、ちょっとまた違う展開で五冠がポーンと、そうですね、その後ろにもすぐ太田君が入ってましたから、ね、入れ替わった形になりましたね、ちょっといよいよクライマックスに近づいて意外な動きも見られたわけであります。これは鍛えに鍛えている競輪選手がかなり心拍数が上がって息が上がって
だいぶ時間が経ってもなかなか激しい息遣いが治らないというあたりにレースの残り2周の凄まじさというものがいつも伺えるわけですけども、なかなかの決定出ませんね。出ませんね。表彰台はもうすでに用意されております。さあいよいよチャイムが鳴りました。11レース第40回オールスター競輪決勝戦2着までの決定。1着7番神山雄一郎、2着3番五冠新一、なお3着は写真判定中です。決定はしばらくお待ちください。払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝短式5番3番730円、車番連勝短式7番3番740円、単勝式7番100円。7番3番車番で740円、はい、枠番も、730円ですね、うん、100円違いですね。100円違いですか、はい、ということになりました、はい、これ、7番4番に次ぐ人気だと思いますね。はあ、はあはい、もう一度ちょっとここでね繰り返しお伝えしておきます。1着が7番の神山、2着3番の五冠決定です。3番は3着は今写真ということで、ちょっと多分2番と4番だと思いますけどね、うん、2番か4番か、はい、そして枠番連勝短式が5番3番730円、車番10円ということですね。お待たせいたしました。それでは優勝いたしました神山雄一郎選手に伺います。おめでとうございます。どうもありがとうございました。さてまずレースのことを伺いましょう。前で先行争いが大きい、そして五冠選手が発進、あのあたりどうですか？もう1コーナーでダメだと思ったんで、あとはもう無我夢中でした。少し神山選手の発進ちょっとで遅れたかなという感じ、あのあたりどうですか？そうですね、もう本当にダメだと思ったです。はい、そしてスピードの乗りがちょっと、そうですね、昨日までと今日は、まあ、優勝戦なんでね、やっぱり硬くなったんじゃないですかね。まあ、でももう4コーナー上がった時にはこれはなんとかなるという感じだったんじゃないですか？そうですね、自分の方が多分出せつくんじゃないかと思って、はい、さてゴールしてみて今回はいろいろな、まあ、ご褒美が神山さんの手に入りましたね。そうですね、やっぱり何よりもファン投票第1位でここに戻ってこれて、その俺が言いたかったんで本当に感謝してます。さあ、まあ、今回1億円達成、そして枠番そして車番の結果が今映し出されております。ご覧の通りになっております。第1レースから第10レースまで、本当に連日の声援ありがとうございました。これからも精一杯努力精進しますので、競輪の方を一生懸命応援してください。自分も精一杯頑張ります。どうもありがとうございました。神山の爽やかな白い花。